はい、本日はですね、アークテリクスのマカ2というカバンを買ったので紹介していきたいなというふうに思います。で、それがですね、こちらになってるんですけど、ちょっと位置がいつもより高いですね。まあいいか。そんな感じになってるんですけど、まあこれを買った理由っていうのがですね、僕以前からずっとボディバッグみたいなの持ってて、まあそれが僕愛用してるやつがこれなんですけど、もうこれをですね、もう3、4年ぐらい使っててですね、これコーデュラのやつになってるんですけど、まあこんな感じでモンベルのバッチこんなところにつけちゃったりしてるんですけど、これ結構使ってて、まあめちゃくちゃ便利でいいんですけど、これよく嫁に取られたりとかしてて、僕が持つバッグがなくなったりとかしてたんで、まあそれやったらちょっとこれを一回買っといて、でまあこれを普段嫁に使わそうということでまあ購入したんですけど、まあもちろん僕も多分使うとは思うんですが、ボディバッグを買うにあたって何がいいやろうなと思って調べてたんですけど、僕普段ファッションの YouTube って全く見ないんですけど、唯一僕が見てるチャンネルっていうのがあって、まあそのチャンネルっていうのが普段顔を出さないでやってるチャンネルなんですけど、僕は知ってるので、どんな人がやってるのか知ってるんですけど、そのチャンネルだけ唯一ファッションで見てて、まあその人がこれを紹介してたんで、あじゃあこれ買おうと思ってまあ購入したっていう感じになってます。でまあこのカバンがですね、アークテリクスって、まあ僕初めてアークテリクスの商品買ったんですけど、アウトドアメーカーになっててですね、結構実用的な感じにはなってるんですけど、ファッション性も高いっていうことで、まあ男性だけじゃなくて結構女性からも受けがいいっていう感じになってるので、あ夫婦で使えるなと思ってまあ買ったんですけど、女性やったらちょっと可愛い感じでおしゃれで使えると思いますし、男性とかやったらですね、夏場とかってポケットがないので、冬場アウターにもう掘り込んどいてアイコスとか、あとまあタバコとか財布とか吸ってはいけないものを掘り込むんですけど、夏場ってポケットないので、やっぱこういうのがないと、こういっぱい物持っとかなかみたいな。とかもうこういう状態になっちゃうじゃないですか。で、そういうのがやっぱ嫌なんで、でまあここまではいかないと思うんですけど、やっぱりこういうのがめんどくさいので、まあこうやって全部入れちゃえみたいな感じで入れるので、結構こういうボディバッグみたいな持ってはる方多いと思うんですけど、まあそれの今回紹介という感じになってます。で、このマカ2っていうのがですね、結構人気で、もうブラックとかで速攻で完売するぐらい人気らしいんですけど、まあ僕たまたま買えたんですけど、まあこれがちょうどいいサイズ感っていうことになってて、まあ今言ったみたいに財布とかも入るんですけど、まあこれがですね、実際こう出してみると、まあこういう大きいポケットをガッて開けると、まあこんな感じで、ちょうどまあ僕手のひら大きいんですけど、手のひらぐらいのサイズ感になってて、まあ例えば物を入れていくと長財布をこうピュッて入ったりとか、で中がですね、こういう感じで仕切りになってるんですよね。まあこっち側には財布入れるけど、例えばこっちのところには細かいリップ入れたりとか、あとまあエアポッツ入れてみようかとかっていうのもできますし、あとまあ僕アイコスないのであれなんで、まあアイコスっぽいぐらいの形で、眉毛抜きセットを入れるんですけど、普段もこんな持ち歩かないんですけど、これをアイコスとかタバコやと見立てて、でまあこういう感じでピュッて入れたりとか、あとタバコやったら前の方がいいなって言うんやったら、こういう前のところにタバコピュッて入れとくみたいな感じでできると。多分男性の方やったら財布、タバコで、まあリップ持つかな、分からへんけど、まああとエアポッツと、あと鍵ぐらいやと思うので、まああと鍵入れて、あとスマホですね。でこれで終了やと思うんですけど、このスマホがですね、スマホって iPhone のバックアップに失敗しますね。まあいいでしょう。このスマホってこの中に入れちゃうと、例えば鍵とか当たったりエアポッツ当たったりしたら傷入るみたいな感じで、ちょっと怖い感じってあると思うんです。まあ僕あんま気にせんといつもカバンの中にこのまま入れちゃってるんですけど、まあそういう方とかやったら、この後ろのところがですね、このちょっと隙間があるんですけど、ここに iPhone をさせるような感じになってて、ピュッてこう入れれるので、ここに入れちゃえばしっかりクッションとかもあるので、画面が傷つく心配もないし、あと鍵とかと一緒に入れてないので、他のものと当たってなんか傷が入るっていう心配もないので、まあ、そういうなんかこのまあスマホとか今の現代に特化してるカバンになってると思うんですけど、まあ、そういうとこまで考えられて作られてるので、まあ、男性の方やったらこれ一つ持ってれば全て OK っていうことになってて、まあ、実際つけてみるとですね、まあ、こんな感じの大きさになってるので、まあ、男性だとこんな感じでピュッてつけときゃいいし、まあ、女性とかやったらこう長めにして後ろにこうやってやっても可愛いかなと思うんですけど、まあ、これぐらいのサイズ感って本当に持ち運びも楽やし、重くもないのでいいかなと思うんですけど、まあ、ただ唯一欠点としてはですね、もう僕の場合で言うと結構 GoPro 持ち歩くので GoPro が入らないっていうのがまあ欠点なんですけど、この GoPro まで行くともうサイズがねオーバーしてしまうので入らないんですよ。だから例えばもしこれを入れるとするなら、もうケツが出ちゃうような感じで、もう入れちゃうとかするしかないし、ここまで出ちゃうんやったら、こんな感じで、もうケツが完全に出てると思うんですけど、こんなになるから、まあそれやったらもう僕はですね、普段使ってるこっちにも、これやったら GoPro 入るので、こっちに入れちゃうと思うんですけど、まあこれちなみに GU で以前1300円かなんかで買ったんですけど、コーデュラーから慌ててもう速攻で買いに行ったんですが、もうこれはもう何年か前なんで売ってないんですけど、はい。まあそんな感じになってるので、まあこう GoPro が入らへんっていうのはちょっと残念かなというふうに思います。
で、例えばですね、これで、まあ男性の方とかやったらデート行ったりとかして、アウトレットとか買い物とか行ったりしたら、まあ途中喉乾いたりしたらジュース買うと思うんです。で、我が家にもたまたまこのコーラが何でか知らんけど置いてたりですね、まあ僕は炭酸飲まないので多分嫁やと思うんですけど、まあこういう 500ml のジュースとかもこれやったら入るんですよね。で、これがちょうどぴったりのサイズ感で 500ml が入るので、これは入るはずなんです。確かに。こういう形になってて、で、ここがですね、キュッて言ったら入るはずなんですけど、これは何でか知らん、入りましたね。こういう感じで入るので、あのまあ例えばペットボトルこう持ち歩いてて邪魔臭い時とかってなんでか知らんけどこう素振りしたりしちゃうと思うんですよね。であれで野球バウルやると思うんですけど、あんなんもほったらかしとったら絶対素振りするし、でまあ気づいたら周りの人に迷惑かかったりとかすると思うので、まあ野球部とかにはこれを持たしといかんと、まあペットボトルで素振りしだすので、これあったらあのしっかり中に入るので、あのいくら野球部であっても素振りはしないと思いますので、まあこういうのもできますし、あと大阪の方とかやったらですね、こういうまあペットボトルとか以外にも、あ実は今あの全然話変わるんですけど、あの中が撥水加工もついてるので、今あのペットボトル若干濡れてたんですけど、まあ、こういった感じでですね、撥水が見えてるかな、こんな感じであの撥水してますので、カバンの中がビチャビチャにはなりづらいっていうことで、まあもちろんこの蓋が開いてる状態で入れたらもうビチャビチャになるんですけど、この水滴ぐらいやったら全然撥水で弾いてくれてるという感じになってます。でまあ大阪の方とかやったらですね、やっぱりこういうのを持ち歩いたりすることあると思うので、まあこういうサイズとかであってもあのお好みソースとかであってもですね、これやったらギリギリ入るサイズになってますので、このようにお好みソースも入るという感じにはなってます。まあ、なので出していくと、お好みソース、そして長財布、エアポッツとリップ、そして一番前に入れてた、これはアイコスですね、アイコス。で、後ろに入ってるスマホという感じになってます。なので、大荷物とかある時とかはもう全然あれやと思うんですけど、例えば旅行の時にちょっとあの荷物だけ置いて出かける時とかも使えると思いますし、まあ、夏場とかやったら男性の方は必要最低限のものは全然ここに入るとは思うんですけども、ちなみにこれマカ1っていうのがあるらしいんですけど、このマカ1っていうのは長財布が入らないらしいので、普段長財布使われてない方であれば、そのマカ1の方はもうちょいちっちゃいらしいので、そっちでもいいと思うんですけど、まあ、こっちの方がペットボトルも入るし、あと長財布も入るので実用性はちょっと高いかなというふうに思いますので、やっぱりこっちの方が人気のようです。で、次がですね、撥水の加工が行われているということで、まあ、さっき見てもらったみたいにこういう濡れたようなものを中に入れても撥水の加工が行われているので、あのカバン自体がびしょびしょにならないっていうことになってたりとか、あと外側も撥水の加工が行われているので、多少の小雨とかやったら濡れても中に大事なものが入っててびしょびしょになるっていう心配はないんですけど、もちろん大雨とかやったらびしょびしょになっちゃうと思うので、そこは注意だと思うんですけど、まあ、急な通り雨であったりとかっていうところにはこう対処してくれるっていう感じにはなってます。でですね、まあこんな感じで実用的には作られてるんですけども、それにしてはまあ値段はまあまあそこそこ買いやすいかなと思いまして、これで5500円ってことで5000円の税になってるので、まあ、例えば撥水加工もそうやし、こういうポケットとかもあのスマホ用が作ってくれてたりとか、あとさらにこの内側を開けてくれてるの、これ多分女性ありがたいと思うんですけど、女性とかは結構化粧品とかそんなもあるから、あのハンカチとかも開けれますし、でなおかつ中にもこのジップがあるので、中にも例えばあのパスポート入れたりとかできると思います。手紙とかはこういう中に入れておけば濡れないと思うので、まあ、こんな感じで入れたりとかできますし、でなおかつジップも YKK っていうジップの中ではちゃんとしたブランドになっているので、まあ、そういうのでは噛みづらいジップも使ってたりとかっていうのを考えると、まあ、結構5000円でこれ買えるって考えたらコスパはいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでおそらく完売するんやとは思うんですけど、ただですね、これまあパッてウェブ見てもらったら分かると思うんですけど、あの偽物が結構多いらしくて、まあ、どういう偽物か僕もちょっとアークテリクスがあんま分かってないんであれなんですけど、例えばこのマークが若干違うかったりとか、あと縫製が違うかったりするらしいんですけど、もう正直見分け方ってあんま分からへんと思うので、やっぱり一番いいのは正規の代理店で買う、例えば直営店で買ったり、直営のオンラインストアとか、あとスポーツ店とかでもあの正規の取扱店で書いてるとかあると思うので、そういうところで買えばいいとは思うんですけど、僕も今回の正規の取扱店で買ったんで、まあ、僕が購入したところは下の動画説明欄に貼っとくんですけど、そういうところで買っておけば偽物は捕まされないと思うんですけど、まあ、ちょっと値段安いやんと思ったら偽物の可能性とかもあったりするらしいので、まあ、僕は見分け方ちょっとわからないんですけど、まあ、そんなんがあるらしいので、購入を検討されている方はちょっと気をつけていただければなというふうに思います。で、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、マーカー1っていう方もですね、一応これも買ってレビューしようかなと思ったんですけど、まあ、正直財布入らへんやったら買っても全然使わへんやろなと思いまして、まあ、それやったらまあ必要ないかなというふうに思って、まあ、あの大は小を兼ねるじゃないんですけど、まあ、やっぱりちょっとでも大きい方が使い勝手はいいんかなと思って、まあ、最悪入れへんかったら入れへんかったで全然軽くて別にいいと思いますし、
まあ、そんなにでかいもんじゃないので、まあ、個人的にはマカ1よりマカ2の方が使いやすいんやろなと思って、まあ、今回このサイズを購入したという感じになってます。まあ、なので僕個人的にはですね、普段はもうこっちを使ってると思うんですけど、まあ、こっちはですね結構あのギュッと胸元に来るタイプになってるので、まあ、こういった感じですね。これだったら白 T とか着た時にこれだけつけて、まあ、チャリンコ乗るっていう感じなんですけど、まあ、より私服に合わせようと思ったらやっぱりこういう方が私服とちょっと合いやすいかなというふうには思います。まあ、こんな感じで合わせれたりとか、あと後ろにするんやったら、まあ、こういう感じで使えたりとかっていうことになってるので、まあ、私服使いはしやすいんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、本日はアークテリクスのマカ2を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。